藤井聖堂作笑う20世紀第8夜借り物競争お願いよ。おい、なんだよこの見積書は。こんなもの先方に見せたら大笑いされちまうよ。まったく大笑い海岸だ。おかしいだろ。は？あれ、わかんない？茨城県の大洗海岸のシャレなんだけど。ああ、いえ、ごめんなさい。いいのいいの、いいからさ、この見積書のデータを差し替えといてくれ。どのデータですか？データデータ、月が、月だよ。このグラフは年じゃなくて月、毎月のにするの。ああ、わかりました。でも今コンピューターがメンテナンス中で。コンピュータタリマンタリミバナーナ。何、調子が良くない？はい、そんなバナナ。もう笑わせてばっかりなんだから、いつもそうやってなんとなく乗せられて残業しちゃうのよね。ありがたい、ありがたいならムカデはサバかなんてね、我ながらくだらない。バーカ部長、コンピューターを新しいのにしてはどうですか？リースの期限がまだ半年残ってるんだ。いいじゃないですか、半年ぐらい。そうはいかん。会社には予定というものがあるのだ。いいか、まず今月会社で使ってる車のリース契約が切れる。この再契約をするだろう。そして来月は神奈川工場のレンタル期限となる。ここは隣接地を新たに加えて契約更新。さらに再来月は営業フロアで使っている事務用品一式がリース期限になる。これを機に机なども新しくなるんだ。え、あのオンボロ図形が新しくなるんですか？うん、これが新しい机のパンフレットだ。見るか。いやー、かっこいい。なんか SF みたいなデザインですね。なんでもスペースデスクというらしい。スペースを取らないスペースデスクなんてね。相変わらず明るいなお前は。もうこれが私の取り柄ですから。取り柄行きましょう娘さん。あっはっはっ、ね。ところで例の取引先との一件はうまくいってるのか？もちろんです。次に向こうの担当者と会えば決まりです。任せてください。頼んだぞ。この仕事がうまくいくかどうかでお前の課長昇進が決まるかもしれんのだからな。課長？課長？課長者かわいいや別れの辛さ、せめてあわ。あ、私はここに何をしに来たんでしたっけ？もういいか。憎めんやつだな。コンピューターを新しいのにしろと言いに来たんだろ。ああ、それそれ。さっきも言った理由でリースの期限が来るまでは待ってくれ。分かったな。ワープロとかビデオカメラとかを一体いつ買えばいいのか随分迷った時期があった。何しろ各社から新製品がどんどん出るのだ。しかも確実にそれまでよりも高い機能で値段は安くなる。その頃から買うよりレンタルの方が得だということにみんなが気づいた。借りておいてどんどん新しいものに変えていけばいいのだから。企業はすでにレンタルリースをどんどん進めていた。その方が税金が安くなるからだ。コンピューター、防衛機器、事務用品なんてものはとっくにリースが当たり前。派遣社員というのはレンタルに他ならない。こんな風に世の中はありとあらゆるものがレンタルになっていったのだ。ただいま。パパおかえり。見て見てこれ。お、たかし、ランドセルか。うん、この子ももう小学校ですからね。いつもの業者の方に頼んで小学生セットのレンタルをお願いしたの。たかし、そのランドセルちょっと大きくないか？大丈夫、重くないもん。小学生セットは6年リースの A セットと3年更新の B セットがあるの。道具とか洋服のサイズが合わなくなるでしょ、うん、一応 B セットで頼んだわ。小学生セットの次は中学生セットか。このリース期間は3年ね。次が高校生セット、これも3年。その次が予備校セットで、このリースは1年契約の更新か。短くて済むといいわね。パパ、僕自分の部屋が欲しいな。そうね、そろそろ考えなきゃいけないわね。うん、このマンションのリースが切れるのはあと2年だろ。めぐみ、たかし、その時もう少し広い家に引っ越そう。わーい。わーい。下手に自分の家じゃないから売り買いの煩わしさがなくていいよな。本当ね。あれ、めぐみ、
お前その洋服。気がついた、最新流行ファッションのレンタルに変えたの。前のはもう飽きたから返したわ。そうか、似合うよ。ママ綺麗、ありがとう。洋服なんてのは流行があるもんだから、季節ごとのレンタルが一番だよな。その季節のものだけありゃいいんだから、でっかい洋服ダンスもいらないし、部屋が広く使える。そうだ、俺もそろそろ新しいスーツを。大丈夫、もう頼んでありますから。気が利くね、さすがだ、さすが、さすが八郎。死んだはずだよ、おっとみさんときたもんだ。おかしいだろ。こんにちは。見積書を直して持ってきました。もうこれでバッチリ、気に入っていただけると思いますよ。はじめまして。あれ、いつもの畑中さんは。それが畑中は派遣会社からの社員でして、先日で契約が切れました。ああそう。それで今度は私が新しく派遣されてきまして、仕事を引き継ぐことになりました。よろしくお願いします。ああよろしく。私畑中に代わりまして、中畑です。絶好調。なんだかややこしいな、混乱しちゃうな。混乱混乱混乱ドンスの帯締めながら。は？面白くない。畑中さんはこういうの受けてたんだけどな。見積書を拝見させてもらって、この件はまた一からということで。一から、あらららら、ら、ま、いっか。一つよろしくお願いしますよ、畑中さん。中畑です。ああ、中畑さん、あなたに断られちゃ今までの苦労が水の泡になってしまいますからね。うちの会社のオゾンだ、オゾン、オゾン、オゾンウェルズなんてね。これはね、オーソンウェルズとオーゾンと、わかりますよね。それでオーゾンウェルズという。元気ないじゃない。ん？ああ、ちょっと仕事でうまくいかなくてな。何よそれくらいで落ち込んじゃって、あなたらしくないわよ。明るくてバイタリティあふれてるところが魅力なんだから、さ、飲んで飲んで。ああ、すまん、こぼれちゃった。ごめんごめん、ドレス汚しちゃったな。平気よ、どうせこのドレスレンタルだもの。そうか。そして私もレンタルなの。ああ、こういう店の女の子は行ってみりゃそういうことになるのか。もうこのお店中全部レンタルよ。そう言われれば俺だって今の会社には派遣社員でやってきてるんだから、レンタルと言える。それに俺が毎日売りつけようとしている商品だってどうせレンタルに使われるんだからな。そうよ、世の中レンタルだらけ、取り替えが効くのよ。少しぐらい仕事がうまくいかなかったってくよくよすることないわ。うん、そうだな。さ、パーッとカラオケでも。それでは張り切って参りましょう。トロイカ。雪の白玉の帯、あれあれあれ、レンタル人間がレンタル人間に対してレンタルの品物を売り買いしている。結局世の中を単純にしてしまえばこういうことなのだ。あくせく働いてライバルと競っていることがバカバカしくなってきた。何しろそのライバルでさえ同じようなレンタル社員なんだから。世の中みんなで必死になって借り物競争を繰り返しているようなものか。その夜俺はレンタルだらけの店の中のレンタルのカラオケセットでレンタルのホステスと何度も何度も歌を歌った。この日一晩で終わればよかったのだが、それから俺は酒に溺れた。出費がかさみ、ついギャンブルに手を出した。そこでまた雪だるま式に借金が増え、とうとう会社の金に手をつけるというお定まりのコースをたどってしまったのだ。こんにちは、先日お電話したレンタル会社の者です。はい。ここのところレンタル料金をずっと滞納なさってますので、最初の契約通り商品を引き取らせていただくことになります。まあしょうがないな、持って行ってくれ。はい、それではまず奥様を。あ
できてるわよ。あなたどうこのファッション。ああ似合ってるよ。それもレンタルかい？もちろんよ。それでは奥様レンタル契約の解約書です。ここにハンコ。はいよ。まったくレンタルにしといてよかったよ。これがもしそうじゃなかったら。何よあなた、毎日毎日お酒ばっかりで仕事もしないで。うるせえな。俺の金をどう使おうと俺の勝手だろう。どういう、一緒になるときはあんなに優しかったのに。釣り上げた魚に餌をやるバカはいないよ。なんて人なの。私もここの家出て行きます。出て行け出て行け、その方が清々するわ。と大喧嘩をした挙句、お互いに悪意を持ちながら別れなくてはならない。そこへ行くと、それじゃあね、あなたさようなら。ああ元気でな。バイバイ。とレンタルは実に後腐れがなくサバサバしてる。さらにもう一つ、当社のキッズレンタル契約の方もご解約になります。ああ分かってる。おい高志。はい、もうちゃんと用意できてるよ。それじゃあな。うん、パパバイバイ。本当に子供もレンタルにしておいてよかったよ。これがレンタルじゃなかったら。すまん、俺に解消がないために。ちゃん、おいら行きたくないよ。許してくれ。ちゃん、サボズ、さっさと行くんだ。ずっとそばにいたいよ。ちゃん、ボーズ恨むんならお父っつぁんが恨むんだな。許してくれ、許してくれ、たかし。なぜか時代が勝ってしまったが、まあこんなような終端場を演じなきゃいけない。そこへ行くとレンタルは気楽でいい。それじゃあね、元気で。ああバイバイ。じゃあこれも終わりましたので、ここのところにハンコ。はいはい。とどうせこの家のものはみんなレンタルなわけだから、全部持っていかれちゃうわけだろ。まったく困った。モンタ&ブラザーズ男子オールナイト、言葉にすればとね。この明るい性格がありゃ俺一人でもなんとかなるか。それでは最後のレンタル商品の回収です。これをかぶっていただいて。なんだよそのヘルメットみたいのは。かぶってください。お貸ししておいたものを回収しないと。おいよせよ、やめろ。どうしてこんなものを、こんなものをかぶんなきゃいけないんだ。やめろ。あ外せ。くそ、きついな。 おいちょっと、俺はな、それ明るくてダジャレ好きのこんな性格だけどな、怒ると怖いんだぞ。いざとなればその髪にパンチの一発や二発お見舞いしてることができるんだ。顔面にパンチなんか打てるわけないっすよ。本当っすよ、信じてください。僕は本当に内気で覇気のない暗い性格なんすから。はい、わかりました。明るい性格のレンタルはもう終わりですね。いえ文句なんてありません。とんでもないっすよ。藤井聖堂作、笑う二十世紀第八夜、借り物競争。出演、俺、小須田康人、めぐみ、前田由衣、たかしと女一、千尋愛、部長、大高博、ホステス、三谷直、中畑、男、山西敦史でした。